エニアグラム、エニアグラム、円球分割図、エニアグラムとは、円周を9等分して作図される図形である。昨今では、人間の性格を9種類に分類しこの図形に対応させた、性格論、性格類型を指すことが多い。20世紀のボリビア人神秘思想家とチリ人の精神科医に始まると考えられており、ニューエイジの流行に乗って広まった。 スピリチュアリティとビジネス管理の文脈で人間関係の理解や自己啓発、霊的発達に役立つとして広まっている。科学的に信頼性や有効性は実証されていない。本項目では、主として、性格論、性格類型としてのエニアグラムについて詳述する。エニアグラムという言葉はギリシャ語に由来し、エネア、エニアが Q を意味し、グラム、グラマが図を表している。 エニアグラムは厳密には、演習上の9つの分割点に1から9までの番号を折り、3から6から9の点を結んで、正三角形を描き、さらに1から4から2から8から5から7の点を直線で結んだ図形を指す。1から4から2から8から5から7は、1を7で割って得られる、循環小数0.142857142857に対応している。 昨今では、このエニアグラムを利用した、性格論、性格類型との関係で使われることが多い。その場合には、人間の性格を9種類に分類し、エニアグラムに当てはめたもの、またはそれに基づく、性格論を指す。エニアグラム性格論は、9つの相互に関連した、性格の類型であるとされ、そのように教えられている。現代のエニアグラム論の起源と歴史は、 論争になっており、北米のニューエイジで大衆に広がる中では、イスラム神秘主義のスーフィー教団の中で、門外不出の区伝として語り伝えられてきた、ものとイ説が、まことしやかに語られましたが、現在では、ボリビア人の神秘思想家とチリ人の精神会の教えに由来していると考えられている。ナラニョの理論は、ゲオルギー・グルジエフの初期の教えの一部から影響を受けている。 類型としてのエニアグラムは、幾何学図形で表され9つの性格のタイプで、イニータイプスと呼ばれることもある。エニアグラム性格類型の教師たちの教えは様々で、あり、必ずしも一致していない。エニアグラム性格類型は、セミナー、雑誌、書籍、DVD などにより、スピリチュアリティとビジネス管理の文脈の中で、広まっている。ビジネス管理の文脈では、一般的に、 職場の人間関係への洞察を深めるための類型として使われている。スピリチュアリティの文脈では、より工事の存在、精髄、輝きへの道として提示されることが多い。どちらの文脈でも、自己啓発、自己理解、自己発達を助けるものとして扱われており、ある程度人気がある。エニアグラムの正確な計量的心理テストは限られており、 査読された研究は関連する学会で広く受け入れられていない。疑似科学であり、解釈の対象であり、科学的なテストや検証が困難、信頼性や有効性が実証されていない、判断方法等と批判されている。ゲオルギー・グルジエフが1915年頃にロシアでの講義で紹介したことが、象徴図形としてのエニアグラムが後に広く知られる、最初のきっかけとなった。 その時の講義録は英語に翻訳されたほか、PD ウスペンスキーの奇跡を求めてに一部を引用されることで一般に知られるようになった。グルジェフはこれを三の法則と七の法則の組み合わせにより、宇宙の創造と維持の原理を明らかにし、成長と発展の道筋を指し示す象徴図形として教えた。性格論との関係で、 エニアグラムが利用されるようになったのは1970年代以降である。ボリビアで生まれたガンウルジエフに間接的に触発され、グループワークを、主導を設立し、拠点を地リから北米に移して活動し、エニアグラム・オブ・パーソナリティという言葉を作った。イチャーソが自己啓発やスピリチュアリティに関わる、現代のエニアグラムの主要な源であると得られている。 地理生まれの精神科医、クラウディオ・ナラニョは、アリカ学院でイチャーソからエニアグラム性格類を学び、1970年代にアメリカでエニアグラム性格類系を発展させて、欧米の心理学、精神医学のもとを加え、キリスト教の霊性に合わせ、カトリックの司祭たちに影響を与えた。ナラニョの初期の生徒たちの理解は、主流とは異なっている。 ナラニョが教えた集まりには、カトリックの司祭であり、司祭職の人々の霊的指導のためのプログラムとして、エニアグラムを利用したボブ・ウックス、ヘレン・パーマーがおり、ウックスの生徒に、イエズス会のパット・オリアリーがいた。アリオリーは、キリスト教の罪の概念とエニアグラムを関連づけて、解釈しており、ヘレン・パーマーは、インタビュー方式で事例を集め、独自エニアグラムのパーソナリティタイプについて考察した。 心理テスト作家の中島真澄によると、オリアリーラカトリックグループの著者とヘレン・パーマーは、イチャーソは、エニアグラムの創始者ではないと考えており、イチャーソのアリ科学院は、アリオリーラとパーマーに対し、著作権問題に関して、訴訟を起こした。1980年から90年に、多くの作家が、エニアグラム性格類型の本を出版した。エニアグラムを、キリスト教など、 特定の宗教の枠組みで捉えるのか、宗教を超えたスピリチュアリティの一つと考え特定の教と関連した解釈を否定するかと、指導者たちの意見は分かれている。エニアグラム性格論、エニアグラム総論、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。